しょうがねえやつだな。じゃあ、はじき先輩、もし当たったらどうするんですか。厚着してなければ危なかったですよ。お前の中身は把握してるから安心しろ。二人とも俺の後ろに隠れとけ。こたつ隊員は鎮魂の祈りを頼む。あ、はい。先輩の能力はあの目なんだ。サーマルスコープみたいに物体から放出される熱を見ることができて、壁越しですら相手を捕捉できる。片付いた。鎮魂完了。